はずーい。だるおもー。かやまは、お盆ど真ん中に仕事をしているよ。楽しいよ。今日は、クリームソーダを飲んだよ。舌が緑になったよ。みんな、暑いね。頑張ってるかい？まあ、頑張ってるというよりは遊んでる人ももしかしたら多いかもしれないけど、私と同じように働いてる人もいるはず。そういう方にもね、元気をお届けしたいと思いますし、遊んでいる方にもさらに楽しくなってもらえるようにね、今回も頑張っていきたいと思います。そして私を楽しませに、元気づけに来てくれた可愛い子が目の前にいます。ただいまの石谷春樹くんです。おかえりなさーただいまです。あ、こういうシステムなんですね。ただいまっていう。そうなの、そうなの。あ、なるほど。ここが家という。そうだよ、このラジオがお家だよ。お家ですか。このスタジオがお家なんだよ。帰省しました。おかえり。石谷くん、ありがとう。何が始まったかと思ったでしょ。そうですね。えってなるよね。えって思って。こういうラジオなんです。なるほど、はい、この番組はね、ただいまお帰りというシステムがございますので、はい、メロンソーダを飲まれたんですね、うん、僕今日あの暑くてですね、うん、ソーダ味のアイスを食べたんですけれども、僕は舌を青くしておりました。親子いや、もううだるような暑さがきつくて、もう少し移動するだけで日焼けしちゃうっていう感じ。石谷くんちょっと焼けたかもね。そうなんです、移動焼けなんです。これどこも行ってないのに。石谷くん今日なんかラップでも歌えそうな。いや違う違う、あの上がね、ちょっとあの最近黒い服が多いので、うん、あの気分だけでもなんかちょっと前向きになろうと明るい服を。すごいです。なんか目が覚めそうなオレンジ色の服に、はい、I don't know I don't know、なんかいろいろツッコミどころ満載ではあるんだけど、でもいいね、夏って感じだ ね。 そうですね、夏満喫してる石谷くんは。あ、逆にちょっとなんか満喫できてない感じではありますね。あのちょっと、うん、ありがたいことにあのちょっと移動をすることが多いんで、その間にちょっと、うんうんうん、まあ、タピオカ飲んでみたりとか。タピオカ初めて飲みました、この間。本当、はい、今流行りだからね。そうなんです、今流行りだから。でも絶対自撮りとかはしないんですけどやばい。でも今タピオカって聞いて、はい、親子本当ですか。いや、この前ね、はいはい、そのおかすきとソーダアートオンラインのイベントで台湾に行ってきたの。はいはいはい、そこでもタピオカを食べたから親子濃度上がってる。親子濃度、親子率上がり中。アイスを食べタピオカを飲み。そうなんだよね、やっぱひんやりした美味しいものが欲しくなる。うん、本当なんですよ。じゃないと倒れちゃいますから ね、 本当に。みんなもね、うん、熱中症には気をつけながら参りましょう、うん、はい。通常配信が毎週配信で2回配信の茅野さんは好きですか。マー君、おかえりスペシャル。かやすきラジオ第11回です。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかは、最新刊が8巻まで発売されている田舎立間先生の小説です。あのハッシュタグかやすきラジオでね、みんなつぶやいてくれてる。かやすきラジオでつぶやいてね、ハッシュタグつけてね、よろしくだよ、うん、ね。今回はね、ワイズ役のさゆちゃんに続いて番組2人目のゲスト石谷春樹くん、はい、お盆に来てくれました。ようこそ。ただいまでございます。おかえりでございます。はい、テレビアニメはですね、第5話までオンエアいたしました、うん、どう第5話。でも毎週見れるときは絶対リアルタイムで見てて、つぶやきとかもこうさせていただいたりはしてるんですけど。石谷くんツイッターやってるもんね。そうですそうですそうです。石谷くんもあれだよ、かやすきラジオハッシュタグかやすきラジオでよろしくね。わかりました、配信と同時にしっかりつぶやきます。やった意外と僕聞いてるんですよ、過去のお話とかも、あラジオとかもちゃんと聞かせていただいていて。恥ずかしい息子に見られたくないところ見られるみたいなあのちょっと晩酌っぽいことをしてるところも見てます。ひゃーあのかやすきメンバーじゃない、おかすきメンバーはお酒割と飲める人たちだから、はい、うんうんうん、なんだかん
ナでみんなでよく飲みに行ったもんね。うん、そうですね。原田ちゃんが一番飲むって、ね、そうですね。すごいっす。なんかね、一升瓶でこう入れていく、その日本酒いっぱい飲めますみたいな美味しいお店にみんなで、音響打ち上げの時かな、行ったんだけど、そうですね、もう原田ちゃんがもう、あ、もうすぐね、なんだろう、一口で多分おちょこだからね、クックって飲んじゃうんだと思うけど、見るたびにね、グラスが空だから、そうなんですよね、どうする、うん、無理はしないでねって言っても、いただきますって、あのポータ感のある感じの声で言われると大丈夫かなっていうね。うん、でも全然もうチェイサーでハイボールとか全然飲まれてましたもんね。すごい、日本酒飲みながらチェイサーにハイボールはなかなか、なかなか、もう将来有望。いやでも飲んでて楽しいメンバーでいろいろお話もできるし、ね、で話が円滑に進むというか、そう、なんか特にさ、うん、あの岡月の場合は稲川先生がお酒すごく好きな方だったから、うん、みんなでこう本当に何だろう、夕食を食べてる感じがして、 すごい楽しかったよね。そうですね、親戚一同宴会みたいな感じがいいな、雰囲気いいなって思いながら、アフレコからはね、ずいぶん時間が経っちゃったから、そうなんですよね、久々にね集まりたいよね。あ、また日本酒とか他のお店とかも ね、お酒も飲めるお店とかもね、行けたらいいですね。行きたいね。やりたいことはいっぱいありますが、はい、まあとりあえず始めていこうと思います、はい、ではかやすきラジオスタートです。そろそろなんか水分取る時間だからジュース持ってきたよ。まずはですね、母の日イベントのお話からしていこうかなと思います。石谷くん、うん、はい、お手紙どうした？お母さんが来たんです。家に？そっか、そうです、言ってたよね、その手紙の中で、そうです、手紙の中で言ってたから、うん、あの内容を聞かせるのはちょっと恥ずかしかったんですけど、うん、第1話を一緒に見たの？そう、2人で見たんですよ。うわー、横が見れなかったですね。顔は見れなかった。顔は見れなかったですね。お手紙を読んだわけではなくて、もう来てそのまま、まあ、ちょっと胸に秘めつつ、うん、ちょっとご飯とか連れて行った後に一緒に見るっていうのは、うわー、親孝行だね。いや、もう隣見れなかったですね。見終わった後のお母さんはどうだったの？ふーんって言ってそのままお風呂に。お風呂で泣いてたかもよ。いやいやいや、もう、うちのハルちゃん、うちのハルちゃんが立派になってねってなったかもしれないよ。もうちょっとなんか頬が上がりかけてたのが分かったので、うーん、逆にそれを見て、ああよかったなっていうのは思いましたけど、じゃあちょっと嬉しさはやっぱりちょっと込み上げてたのね。これあんたって言われて、うん、俺っつって言って、で俺がママ子さんを紹介するっていう、あのママ子さんってこういう人なんだよみたいな、そんな感じに、もうあの実の母に紹介するっていう、なんか、いやでもよかったね、一応じゃあ同じタイミングで見られたんだね。そうですね、リアルタイムで見れたってこと？そうですね、リアルタイムで。すごいね、タイミングが良くて、まあでも2話じゃなくてよかったなって。だよね。あの回だったらちょっとまた違ったかもしれない、ね、多分会話が生まれなかったと思います。スライムかみたいな。スライムかって。でもうちのお母さんも弟からちょっと話を聞く感じだと、地元で1話からずっと見てるよっていうのは言ってて、よかったね。いやー、よかったけど、ちょっと未だにちょっと感想は聞けないです。それからの、まあ、2話以外の感想を聞いてこみたいなね。そうです、はい、今もね、まあ、スライムのとこ以外はね。あれでも私ずいぶん頑張って抑えてやったんだけどね。あ、なんかテストの時はこうバーンって感じでしたもんね。そうそう、なんかそうテストの時に結構やっちゃっていいのかなと思ってやったら、うんうん、抑えて、うんうん、抑えて抑えて、とにかく抑えてくださいって言われて、あんな感じになったんだよね。そうですね、そっかと思って。加減が難しかった。そうですね、微調整が。みんなもね、スライムに襲われることがあったらね、気をつけてくださいよ、うん、声を出しすぎないように抑えて抑えてやってくださいね。
さあ、まあ5話まで放送されて、うんうんうん、まあ、メリーがね登場したりもしましたけど、いろんなね多分メールをねたくさんいただいてるみたいだから、ちょっとメールをご紹介しながらちょっと内容について触れていこうかななんて思います、はい、山坊主さんからいただきました。おかすき第5話見ました。ついにメディが登場しましたね。マー君の学園生活も始まり、メディママとママ子の授業参観とツッコミどころ、うんうん、いえ内容の豊富さに驚き、あっという間のお話でした笑い。今回はメディーママとママ子と2人の子供の思いの親の形を垣間見た気がします。確かにこういった親御さんもいるなと感心してました。我が家は思い返してみるとメディーママに近い教育方針だったかな、と思わず考えました。今年36歳なのでうろ覚えですが、といただきました。ザワッチさんからいただきました。ありがとうございます。アニメ5話見ました。今回初登場のメディーママは中原舞さんの素晴らしい開演のおかげで親バカの教育ママという強烈なキャラがとても引き立っていたと思います。僕の母も結構厳しい教育ママだったので、娘であるメディーの気持ちがひしひしと伝わってきました。あ、なんかザワッチさんも山坊主さんも結構厳しい、やっぱり、うん、そうですね、教育方針のお家だったんだね、うん、ママ母さんからいただきましたごい感想です。メディママ中原舞さんの早口語りすごかったです。確かにすごかった。お母さんが癖の強い方ばかりで面白いです。お母さんとは基本的に癖の強いものなのかもしれませんねママ子さんが強すぎて存在理由を失いそうになっていたマー君とワイズの活躍の場があることも祈っています。ありがとうございます。そしてクロエさんからいただきました。ついにメディの登場で、ここからの物語が好きな自分にとっては嬉しいです。ママ子さんのセーラー服姿似合いすぎて違和感なかったです。やった、学校までついてくるママ子さん面白かったです、といただきました。うーん、新キャラとしてはメディとメディママ、ね、マイク前でずっと中原さんがもう喋り倒していて、うん、すごかったね。どうぞどうぞマイク使ってくださいどうぞっていう感じの本当に、いやだって台本だってずっともう下段ずっとメディーママみたいな感じでね見開き2ページ全部メディーママがこう喋ってて、ではね、どこで息を吸えばいいのかみたいなね。そうですよね、すごかった。でもマイさんのそのなんだろう、うん、マイさんって結構その言葉を発すると、なんて言えばいいのかな、柔らかい役も多分たくさんやってらっしゃる方なんだと思うんだけど、舞さんにこうだよねって言われたら、否定できない感じってない？ありますね。なんだろう、舞さんの多分ね、目力もあるんだと思うんだけど、その声にも、なんかその、言われると、確かに舞さんの言う通りかもしれないっていう、なんかメディママはさ、杖を使ってさ、パワーをこう、使ってたけど、あのパワーね、私舞さんにもあると思うんだよねだからなんかノーとは言えないみたいな。そうですね、アイドンノーもダメだと思うアイドンノーはダメだダメだと思うよ。いやだからそれがすごいメディーママの感じにぴったりで、そうですよね、すごいいいキャスティングだなっていう風に思わず拍手っていう、スタッフさんたちすごいって思ったり、あとはリンちゃんとのさ、あのお二人ってちょっと似てない？確かに、あの席も近くにこう座られていて、そうそうそう、お二人でっていうのもあって、収録ブースの中でもちょっと親子感がすごくなんか、ね、はい、あったんですよね。もちろんそのご本人たちの年齢で考えたらそういうことはないんだろうけど、でもなんとなくこう醸し出してる雰囲気とか、そのここどうするって相談してる雰囲気が、やっぱりあの舞さん の, あのお姉さん感がすごい、なんかちょっとあの雰囲気も似てるのもあってすごいね、いいなって現場で感じてた。凛さんもなんか個人的に見たら結構お姉さん感があるイメージだったんですけれども、うんうんうん、あの中原さんと一緒にお話しされてる、凛さんをちょっと見たら本当に母と娘が話してるみたいな、ちょっとまた違ったこう一面が収録現場では見れた感じがあって、凛ちゃんも結構なんかこういうおとなしい感じの役とかは可愛い役いっぱいやってると思うんだけど、意外にご本人サバサバそうですね、してるから、その感じがね、メディのこういうやっぱ二面性を演じられるのは、そういうリンちゃんだからこそなのかなってそれも思って、あれよ、メディのまだネタバレをちょっとあんまりできないってことに今気づいてしまったんだけど、声が聞こえてたじゃん、マー君に。
あれこれ誰が言ったの、これ誰なんだろうっていうみたいなのがあったと思うんだけど、うん、多分そこの二面性が演じられないとできない、うんうんうん、結構難しいメディーって役だから、ね、うんうん、やっぱそこがあ、りんちゃんが選ばれたのは多分そういうのを上手に多分切り替えられるところなのかなっていうふうに思って、うん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 、多分2人はなんかすごくアフレコでの雰囲気を見てて、うんうんうん、すごい役にこうリンクするところもなんかいいところだけ ね、 そうですね、そのメディママの、 あの怖い感じじゃないんだけど、なんかねすごくあぴったりって感じた。そうですね、もう関係性も含めて本当にそうやって感じることが多かったです ね。いいよね、贅沢なツーショットだよね。そうですね、そしてごっつい先生ですよ。あ、ごっつい先生ね、ごっつい先生もやつぎばやにだんだん問題出していくっていう、めっちゃかっこよかったね、早かったね、もう早かったですね、わーっていう、わー、これ早送りじゃないんだなって思いながら、あの原音で聞こえてくる音が、あ、このスピードで人間って喋れるんだって思うスピードだったんで本当に。あと生徒たちもね、うん、まだ顔が出来上がってない生徒たちも出てきたり、はい、結構なんかこれから学園生活どんなことになるのかっていうね、うん、まあでもまずはね、メディとメディママ問題をね、そうですね、これから我々頑張って解決していくと思うので、うん、ママ子さんもセーラー服で頑張りますよ木の下で木の下でね俺だけのヒロインが待ってるって言って行った結果血流を流すっていうあれなんで信じちゃったんだろうね。多分もう学園生活で多分ウハウハだったんじゃないですかいける俺ってな、いける俺って言って、もしかしたら、まあ、メディという存在もいましたし、もしかしたらメディもなんじゃないかっていうのも、あの年代っぽい考え方ですよね、うんうんうん、ちょっと前に出ちゃうというか、若いからこそね、そういう若いからこそ気持ちが先走っちゃうところが、私たち本当白瀬さんの手のひらの上で遊ばれてる感じするもん ね、 そうですねまた新井さんのさもうあれ何面白すぎる、ああいう風に言ってくださいってしてないもんね。そうですね、 SE で書いてありましたもんね、キンコンカンコンとか書いてあった、キンコンカンコンって口で言っちゃうんだって思ってそして全部やったアドリブが生かされてるっていう、そうですね、突然死ぬのも面白かったね、はい、こういう感じでパタンって倒れるあの場がずるいってなってね、はい、いやそんな盛り上がった5話ですが、うん、1話から5話まで改めてオンエア見てきてどうかなっていうのをね聞きたいなと思って、あ、1話から5話はやっぱり次々にお母さんのインパクトがやっぱり強くて、でパーティーメンバーがだんだんとこうなんかいろいろな和解をしていくっていうところをちょっとコミカルに描きつつも、意外と考えさせられるところが多いのかなっていうのを、やっぱ収録の時も思ってましたけど、ワイズとそのワイズのママとの関係とかも仲良くなったりとか、自分たちのお母さんとかその他の関係性とリンクするところがあって、お母さんとのお話が終わった時に自分の関係性はどうなんだろうってふと思えるようなやっぱり内容だったなっていうのがありつつ、あとマサト自身もだんだんといろいろこの環境に慣れ始めているなっていうのが、うん、あ、そうだね、そうなんです、うん、なんかまんざらじゃないみたいな感じになってくるもん ね、 うね、もうお母さんはいるけどその中で自分のできる役割とかをちゃんと見つけていくっていうところもあったりとか、うんうん、それを見守ってるママ子さんもいるしっていうので、親子のまあ、絆を取り戻そうみたいなところから始まったけど、うん、結局あれいつの間にか2人の問題じゃなくて、うんうんうん、他の親子の問題を解決する方に2人が回っちゃってるのが、ね、うん、あ、すごい、これって、まあ、最初にもちろんその絆はある程度取り戻したんだけど、うんうんうん、他の親子の絆を取り戻しながら2人 の、まあ、あのママ子さんとマー君の絆を深めていくっていう、うん、こういうお話の進み方なんだと思って、うん、一石二鳥、ね、お得感みたいなママ子さん好きそうでしょ、ね、な感じがあって、うん、あ、すごくいいなっていう風に感じてたな。でも思春期 ね、うん、そうですね、だって石谷くんもインタビューとかで話してたけどあったんだもんね、石谷くんもね、ありましたよ、もうああいうマサトの気持ちはめちゃくちゃ分かって、第一話一緒に見たらさらにその気持ちが分かるっていう、うん、そうだよね、だから耳が痛いって思うセリフも結構多かったんじゃない、あるんですよ、だからやっぱメディーママのセリフの中にもそういったセリフとかもあって、うん、うちの子はできるからってこうだんだんとこう圧をかけられていく感じとか、リアルであるような言葉がところどころに入ってて、いやでもお母さん、ママ子さんとマサト君がこの関係性のままで、いい関係のままで、こういったとしても、やっぱりこの先って
まさとくんってなんだかんだでお母さんのこと大好きじゃないですか、うん、だからお母さんのこと好きだからこそ親離れっていうところがいずれ描かれるんじゃないかなっていうところを考えてて、いやもうそれ今親離れって言葉聞いただけでママ子さん泣いちゃうってなると思う。もう俺なんか寂しそうに笑うママ子さん想像しただけで離れたくないですもんそうだよね、そうなんですよ、お願いだからお盆は実家に帰ってきてってなっちゃうもん。そうなんですよ。いやでもね、その2人の関係性もよりいいものになって、その、うん、今周りにいるこのメディママだったりメディたちのやっぱりこう親子の絆もね、こう取り戻していけたらいいよね、はい、ハッピーエンド大好き。ハッピーエンドがいいですねねえ、うん、そうなることを願っております、はい、そんな感じですか。あ、何コミケ帰りにメールくれた人、ケイトンさんからいただきましたよ。コミックマーケット96の帰りから送っています。アニプレックスブースにてママ子と一緒にお風呂セットを買わせていただきました、うん、帰って使うのが楽しみです、うん、特にママ子のお風呂ポスターはもちろんお風呂に貼り付けようと思うのですが、自分は実家で家族5人で暮らしているためポスターを見た時の家族、特に母親の反応がとても気になります。もし可能のであれば入浴剤を使ってみた感想やポスターを見た母がどのようになったかを写真付きでまたメールを送れたらと思うので読んでくれたら嬉しいです。ありがとう。え、ま、読むか分かんないけど、はい、とりあえず送ってくれたらちゃんと見るよそんなお母さんのリアクションを写真でいい感じに撮れたらすごいね、うん、すごいですねムービーの可能性もありますね。確かに、大丈夫、どんなポスターなの、私知らないよ。え、あ、あ、これこれをお風呂に、いや、ママの父湯の入浴剤はい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 もついてるの、これ医者くん入らなきゃそうですね、疲れを癒すためにね、え、あれ気持ちよさそうな温泉だったもんね。うわー、ちょっとママ子さんこれ お背中流しますよってこと、え、待って待って待って、濡らすとこれ、あ、え、泡が取れちゃう、水で貼るポスターだ、あー、なるほど、水で貼るんだ、泡がなくなっていくんだ、あ、はいはい、あ、よかった、完全に完全にじゃない、だからね、それお母さんびっくりしちゃうからね、うん、そこまでリアリティを追求してるんですね、水をつけたらって、すごい、わあ、すごい、こだわってる、こんなの誰が考えるの、すごいですね、あのすごい目をそらすすごい2人ともなんか複雑な表情するのやめてもらっていいですかアニプレックスの宣伝2人が、はい、なんか何とも言えない表情でこちらを見てそうですねそうなん、でもこれお母さんに見せても、うんうん、お母さんとは分からないかもよ、うん、あ、ちょっと母性の強めなお姉さんキャラクターがシャワーを持ってスポンジを持って、はい、お背中流しましょうかみたいなの言ってくれてるみたいな感じになるんじゃないかな。でも結構高いんだね値段見てびっくりしちゃったそこまでこだわって、細部までこだわって作られてるんですね、税込みだって4,074円、わあ、ありがとうケイトンさん、ありがとうございます、ぜひやってみて、うん、家族の反応も聞いてみて、うん、送っていただければ見ます、ね、見はするので絶対に、はい、で内容によっては読みます恋スタさんからいただきました、ありがとうございます。8月8日にもう一つの母の日と題してスピラスピカさんのデビュー1周年記念イベントがありました。おお、かやすき、お、いいね、息合ってるねかやすきにもゲストで来られた鈴代さゆみちゃんが出演されるということで見に行きました、うん、アニメイトの社員さんが司会をされて、トークコーナーではさゆみちゃんがスピスピの、スピスピっていうんだ、かわいいのライブに行くくらいのファンだということが明らかになり盛り上がりました、うん、そうなんだ、おかすきについての話もあり、オープニングテーマいやよいやよも好きのうちはアニメになるとパーティーでわちゃわちゃしている感じが出てすごくいいという話も出ました。ゲームコーナーではさゆみちゃんがサブ MC になってスピスピの3人の中で誰が一番ママ力が高いかを競うことに、お、何、なんか石尾くんと私同じリアクションで、ね、親子親子な感じがリンゴの皮むき、うんうん、朝起きない子の起こし方、うん、似顔絵描きの三本勝負で勝敗はともかく
ベースの増田のママ力が高いということで満場一致となりました。ほう。ライブでは本当は裏で待っている予定だったさゆみちゃんがこっそり客席の後ろに回って見ていたそうで、ライブ後はみんなテンションが高かったです。追伸、さゆみちゃんは朝起きない時にお母さんから氷を顔につけられて起こされたことがあるそうですエヴァさんはやはり面白い方ですね。エヴァわあ、写真が、あ、ほんとだ。これじゃあさゆちゃんにとっては最高のね、ライブに行くぐらい好きっていう風にね言ってたんだったら最高の記念写真だったんじゃない。楽しそう。しかもさ、あのスピスピさんのあの T シャツ着てるのかな、さゆちゃん。よかったねさゆちゃん、楽しそうだスピスピの皆様もいい表情で写ってらっしゃる。私たちもね会いたいよね。そうですね、歌を生でちょっとお聞きしたいですよね、オープニング。そう、いやよいやよも好きのうち、可愛い曲だよね。いやいや可愛い曲ですよね。そう、耳にすごく残るから、それこそなんかカラオケとかで歌っても盛り上がりそうだし、あの映像にもすごく合っててね。そうですね、キャラクターがこうてんてんてんって出てきて、その歌に合わせてっていうのがパーティー感がやっぱりありますよね。ね、8月28日水曜日リリースということで CD が、え、母、あ、ハニハーとかじゃなくて、ハニハー、ハニハー。いや今ほらあのもう一つの母の日が8月8日だったからなんかかけてるかと思ったけど、うん、ちょっと違ったっぽい私今しくじったっぽいでもハニハーっていう謎のでも覚えやすいですね、ハニハーってハニハー水曜日にリリースね、8月28日水曜日、うん、ぜひとも皆さんゲットしてくださいね、はい、あのあれなのかな、アニメのあれなの、絵とかもあるのかな。あるんだ、 あるんだ。おー、ぜひともこちらもねチェックしてみてください。はい、いやそれにしてもエヴァやばいな。エヴァはね、はい、あのさゆちゃんのお母さんなんだけど、はい、結構なお母様でなんかだいたいそのお菓子きイベントの時のお手紙で、うん、あの察せる感じではありますね。すごかったですね、はい、なんかエピソードがありすぎて、はい、何が面白いエピソードかよくわからないみたいな普段から面白い感じになっちゃってるんですね多分。氷を顔につけて起こされたことある？ないですね。だよね、さすがにないですね。どういう会ってみたいな、うん、多分本人絶対悪気なくこう起きなさいって感じでやってそうですよ ね。でも相当びっくりするよね、うん、あー冷たいって言っていやイベントでも楽しそうだな。このなんかあれだね、ママ力高いかの競うやつのこれも気になるね。イベントでこうやってみたいなって確かに思いますよね。私たちもやる、やってみたいですね。だってあの来年イベントがあるから。そうですね、きっと今やりたいこと言ってたら何かしらできるんじゃないかな、うんうん、あーママ力でも茅野さんには勝てなさそうだからな。いや意外にそうでもないよ本当ですか？意外にそうでもないんだよ。あんな椅子に座ってた茅野さんに勝てる気がしないです。こうやってあの先行上映会の時のあれはほら椅子の力が大きい。あもうあの背景から違ったからそうですね、もう飲み物のグラスから違ってわ。でも楽しそう、なんかみんなで集まるのが楽しみになってきた、うん、スピスピさんもねぜひなんかお話聞ける機会があればと思っております。はい、ラスト。ほい、お母さん専用メール来た。勇者延岡育ちのおっかさんからいただきました。ありがとうございます。地元じゃん地元だ。大好き親子の冒険ファンタジー、登場人物がみんな個性的で魅力的で愛おしく、マー君、マサトの普通さがあの中ではホッとする個性です。石原春樹さんのお声も素敵。ありがとうございます。次は何と出会うママ子さんの愛のパワーはどこまで通じるの。マー君の活躍シーンはワイズのお母さんへの感情が旅の中でどう変化していくのかしら。ポータちゃんの承認話も気になる。クリアした先には何が待っているのかな。現実世界と異なるな。やっぱりママ力ってすごい。様々な出来事を乗り越えてある今を大事に楽しく生きたいな。いろいろ感じさせていただきましたよ。これからもワクワク楽しみに視聴します。息子がずっと前から茅野さんのファンで、主役の石谷さんが延岡出身と疑いこのアニメを見るきっかけになりました。石谷さんもしかして私の高校の後輩かも、うん、なら
秋に創立祭で提灯行列がありますよ。白瀬の新井さとみさんは子供と一緒に長年視聴していた海外ドラマのロンドン城の声、つい私ってすごい拍手してしまいました。とにかく見どころ聞きどころがいっぱいで仕事の疲れがぶっ飛びました。ありがとうございます。これ本当にね、あの私が言っても伝わらないんじゃないかっていうぐらい、うんうんうん、お母さん力高い高いですね。メールだけで分かるってすごいですね。もうこのなんかマー君の活躍シーンは、うん、とかも全部ね鍵カッコなの、うんうん、すごいな。と音符とか星とかにっこりみたいなのいっぱい使ってあって、うちの母がメールを書いてもこういう感じになりそう、もうメールから溢れ出るんですね。うん、行って多分住んでるところは近所ですね。あご近所さん。この高校なんですけど提灯行列確かに知っててですね、うん、あの10周年ごとにこうやってるのがあって、今120周年って延岡高校っていうところに通ってたんですけれども、その120周年がまあ最近あると、で僕が10年前、ちょうど10年前の時に提灯行列をやってるんです。え、提灯行列ってどんな、こう持って待ってよ、白黒写真なんだけど。えこんな感じで提灯をみんなで持って歩くんだ。そしてここにいる人たちは僕のクラスが前にいるんです。えこうだからみんな知ってるんです、顔。創立110周年記念の、はい、これは提灯行列、その時のが今、うん、サイトの方に上がってまして、うん、で、ここに前にいる子たちは、うん、みんな同じクラスの子たちで、そうなんだ。そうなんです。これじゃあ完全にあれですか、本当にご近所さんで、本当に近所さんで、しかも本当にあれなのかな、この僕のパイセンってことになりますね。お母さんがパイセン、パイセンです。お母さんがパイセン、パイセンです。キャー。そして何かこの写真すごい、これ何、どこに上がってるの、はい、この佐田さん、この写真学校の公式ページに上がってるんだ。はい、へえ。でこの画像を見てて何か気づきませんか。え、白黒のこと、え他は、はい、え、あ、石尾くんが写ってるってこと。どこかに僕が写ってるんですよ。嘘でしょ、います。え、石尾くん本当にいる。ちょうどこの時は部活やってたので、うん、坊主がちょっと伸びた感じの僕が写ってるんです。坊主がちょっと伸びた感じ、こちらに。え、わかんない、わかんない、わかんない。え、みんなわかったの、太田さん、あ、わかったの。太田さんがこれ石尾さんじゃないですかって言ったら俺だって思って。すごい、太田さんの方が親子率高い。ここにこれ石尾くん、実はなんか映っちゃった保護者の人みたいな。ちょっと見守ってる人みたいな感じになってますよね、ま、これ気になる方はじゃあ調べ、学校のホームページ調べたら出てきて、一番左側の一番後ろにちょこっと映ってるのが石尾くんってことね。おそらく僕です。だってメガネこの頃じゃしてなかったんだ。してなかったんです。へー、そうなんだ。懐かしいっていうか、まさかここでちょっとこのメールを事前にちょっと読ませていただいていて、提灯、うんうん、行列なんてあったかな、あったわって公式サイトで見つけて、うん、で友達の顔がいっぱいあるってなって、うん、まさか太田さんが見つけるとは思わなかったです。すごい、だ自分では気づかなかったんですか。気づかなかったです。え、 なんでこれが太田さん石尾くんだって思ったんですか、普通に顔で。なんかすごい、太田さん石尾くんの顔見すぎじゃない。なんか同級生に一人いて、多分このアングルだったら俺かもう一人なんですよ、うん、はい。だから俺かもう一人なんですよ。だから多分あのカラーになったら違うかもしれないけど、でもこの輪郭からして僕の確率は高いだろうなっていう。そうなんだ、はい、石尾くんだって最初に会った時確かにちょっとふっくらしてたもんね。そうですね、確かにそう言われてみれば昔の石尾くんの面影はちょっとあるかもしれない。顔自体が変わってないっていうのがちょっとまた。いや、いいよいいよ、いやちょっと分かんなかったな、お母さん力が足りなかった。
太田さんに石谷くんのお母さんの称号を譲ります。称号の称号制なんですね。首振られちゃった。そうか、 ありがとうございます。ありがとうございます。いやこうやって送ってきていただけるなんてありがとうございますね。ありがとうございます。お母さん、さあいっぱい紹介していきましたが、今回はこの辺で大丈夫でしょうか。おかすきメールコーナーでした。テストうまくいかなかったの？大丈夫、お母さんは君が頑張れてたこと一番わかってるからね。お母さんエピソード。お母さんの面白いエピソードを紹介していくコーナーです。石谷くん、お母さんの面白いエピソードなんかある？あ、最近うちにお母さんが来たんですけれども、一番最初に朝起きて、なんかうちに泊まって一話を見て、眠って朝起きて、一番最初にうちのお母さんがやったことはトイレ掃除でした。うわ、自分の家のトイレを掃除して、あと細かい備品がなかったから、その備品を外で買ってくるっていうことをしてくれて、結構なんかやっぱ4人兄弟で全員男ってなると部屋をもう散らかし放題にしちゃうので、だからずっとこう掃除してて、それ見て、あ、懐かしいってなっちゃって、うん、こうだったなって。そうです、そうです。でも一番最初にやることがトイレ掃除なんだって思って。確かに、だって石谷くんだって掃除するでしょ。そう、掃除します、掃除します。でもやっぱりなんか細かいところでついてるわよみたいな感じになっちゃう。なんかほこりがあるわよみたいな感じに。まあ、でもトイレって大切っていうもん ね、 そうですね。絶対さゆちゃんのお母さんのエヴァも気にしてると思う、あトイレはね、すごい大切って言いそう、なるほどね。なんかじゃ あ、 まあこんな感じでね、みんなお母さんエピソードきっといっぱい送ってきてもらってると思うので紹介していきたいと思いますよ。しゅうちゃんさんからいただきました。早速ですが、うちの母はカーナビ音痴です。ほう、カーナビ音痴。カーナビ音痴。カーナビが700メートル先右方向ですと言っているのに、母はすぐ手前の十字路を曲がったり、次の信号を左ですと言ってるのに右に曲がったり。自分も指摘するのですが、当の本人はあれ嘘と言ったりしてて、お母さんとなってます。なんだろう、すぐに反応できないのかな。ちょっとテンポが違うっていうか、受け取ってから一回こう噛み砕く時間が、がないのかな、でもちょっと前にカーナビって言ってくれるんじゃないの。 700m 先だったら結構前ですよね。そうだよね、だから 700m 先に右方向って言ってくれてるのに左に行っちゃうってことでしょ。そうですね。あれ、こういうのある。あのうちのお母さんは多分、でもなんか地図派なのでカーナビを使わないんです。あ、それもなんか大変だね。そうなんです。だからなんか事前に行く場所調べて、あ、なるほど、ね、で、カーナビ使わずにっていうので、やっぱカーナビ使っちゃうと、うちは結構田舎の方なんで、道を覚えないと帰ってこられないっていうところがあって、でちょっと遠出するところで行ったことないところとかだと、絶対その車の下の方に地図が入ってて、でここからこう行けば帰れるっていうので。でも都会と違ってさ、いろんなところで止められるからそれできることだよね。都内で走るってなったらまたちょっと違うかもね。そうですね。うちの母はね、カーナビじゃなくて普通にね、道をよく間違える。この前もご飯食べに行ったら、携帯電話を前にいたお店で忘れてきちゃって、もう本当にね、1分くらいの場所だったから、取りに行っといでって言って、行ってくるって言って、もう待てども待てども帰ってこないの。と思って、汗だくになって帰ってきて、なんでどこまで行ったのって言ったら、お店はねなかった、見つかんなかったって言って、いやいやおかしいでしょ、逆にここに帰ってこれてよかったよみたいな話をして、結果2人で携帯を取りに行ったんだけど、大変だね。お店はありました？あった。よかった。ちゃんとあったよ。よかった。 いかに2人で歩いてる時は私に任せきりかっていうのがその時身に染みたって言ってた。ちゃんと見てよって。
どうすんの、一人だったら分かんないでしょって私が母に言う、逆な立場みたいな感じになってますね。そう、年をねこう重ねていくと親子逆転したりするからね、うん、そう、うちの母が祖母にはそういう感じで言ってるから、あ、みんな順番なのかも。おばあちゃんに行ったりすることになるかもしれないですね。そうそう、はあ、そうだよね、はい、そういうのもあるよね、はい、なんか母はね、おばあちゃんにね、まったくって言いながら、うん、もうちゃんとしてみたいなことを言っててやっぱり子供はみんな親に対してそういう口調になるんだなと思った。確かにこの間久々に会った時そうだったな。東京観光をしたんですよね、うんうんうん、で、お休みだったので弟と2人で3人でこう行ったんですけど、うん、なんかやっぱり道がわからないので、うん、こう案内して、ここはこうだよこうだよって逆の立場になった感じはしました、うん、確かにいろいろ教えたり、そうですそうです、そこ危ないよとか、なんかねこっちだよみたいなのを言うと、あれってなるよね。浅草とか行った時にここにお店があって、うんうん、ああ行きたいって言ってこう連れて行くっていう、なんかちょっと逆転現象が起きたっていうのは今のお話聞いて思いましたね。だからそういうものなのかもしれないよね、うんうんうん、なんか感慨深いな。よし、続いて、はい、続いてってもうラストだって。お、ラスト。おかすきを3000回愛してる。お母さんは某ジャニーズさん、あ、について詳しすぎます。お、メンバーのフルネームや誕生日とか大体覚えているみたいです。還暦近いのにイケメンさんが好きなのはいいことだと見守ってます。このおかすきを3000回愛してるさんのお母様がジャニーズさんについて詳しいと、いろいろ誕生日とかまで覚えている。おー、でもいいね、還暦近くてイケメンさんが好きなのは確かに元気の源な感じするもんね、うん、どうなの、石尾くんはなんかそういう、あ、なんか応援してるアイドルとかいるの？ね、僕自身はそんなになかったりはするんですけど、うんうん、うちの母がですね、18の時に出て、うんうん、今27なんですけど、うんうん、約10年間の間に韓国ドラマにめちゃくちゃハマっててですね、お母さんあるあるだ、あんたは吹き替えに出らんとねっつってずっと電話するたびに言われてて、あんたやったらこの俳優がいいと思っちゃけどつってずっとキャスティングまで考えてくれて、そうですそうです、わかんないから。そうだよね、カタカナの難しい名前がいっぱい並ぶんでしょ。なんかネット配信のそのドラマを配信してるサイトとかでこうちょっと見てみたんですよ、どれくらい知ってんだろうって思って、もう全部知ってて、再放送とかお昼の放送とかを結構見てるみたいで、あ、でその放送見てて、確かにテレビでやってるもんね、しかも吹き替えでやってるもんね。そうですそうです、だからもう新大久保とかはそういうグッズが多かったりもするので、新大久保に連れてってあげたの、行きました。親孝行で、女の子がたくさんやっぱりいるんですけど、うんうん、その中でなんかあんな目のキラキラしたうちのひろこママは見たことなかったですね。ひろこママが青春、もう青春時代に帰ったかのような、そうそうそう、あのブロマイドをこう見て、これがこの子の名前はこれで、あの役がめちゃくちゃ良くてっていうのをキラッキラした目でこう言われて、あ、若返ってるって思いました。セーラー服が見えた。キラキラしてた。あれ桜の木の下でセーラー服がまさか。いやそうなんだ。いやもうでもやっぱりさ、なんだろう、やあるんだね、そういうさ、そうですね、若い方っていうよりかはそういうちょっとお母さん世代の方が韓流、韓流ハマるっていうもんね。いや不思議だ。うちの母はあんまりそういうのは通ってこれ来てなかったな。私もねあんまりね、通ってこなかったのよ、そのジャニーズ、もう言っちゃってるけどジャニーズさんたち通ってこなかったからあんまり詳しくないんだけど、今後私がお母さん世代になったらめっちゃハマるかもしれないよね。なんかそういう魅力があるんでしょうね、やっぱり。でも石谷くんの夢決まったね。もうこれは次の目標はお母さんの夢を叶えるために韓流ドラマに出ることだ。で、自分はこの役をやってんだよっていうのを次の目標に、はい、そうですね、割となんか出なきゃなって思いました。いやそうだよね、これ聞いたらもうそれを夢に掲げるしかない。そうですね、お願いします、お願いします。はい、ということでたくさん紹介できなかった、いっぱい話しちゃったからね。うん、でも皆さんメールたくさんありがとうございます。
まあこんな感じで今回は終わりたいと思います、はい、まだまだ皆さんのお母さんエピソードをお待ちしております。お母さんエピソードでした。おかえり、晩ご飯できちょっから早食べね。体壊したらいかんよ。第11回エンディングのお時間です。まずはお母さん代わり、1トトトさんからとコロッケうどんさんからと石谷春樹くんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回なんかいい母シリーズでしたね、うんうん、すごくいいセリフがいっぱい来てましたけれども、はい、石谷くん、はい、急に方言はいかん、いかんとよ。あ、完璧です。なんかなんとよとか言うんだ。そうです。あのイントネーションが平坦になるんですよね。もう、そう、感情込めるのとかは難しかった。そうなんですよね。だから私があれだよね、言ったやつだとちょっとなんか抑揚がつきすぎだよね、きっとね。そうですね。でもなんかこう込められたものがやっぱり柔らかい感じになると、ああいう言い方にもなるんで。そうなんだ。そうなんです。難しい。あれ、石谷くんの出身的には何、はい、何言葉っていう風になるの？宮崎弁ですかね。宮崎弁、はい、宮崎弁の中でも、うん、鹿児島に近い方の方言と、うんうん、大分とか熊本とかの県北の方の方言って結構分かれるんですけど、うん、僕の方は県北っていうので、あの、まあ、方言でちょっと違うっていうところを言うと、すごいっていう意味の言葉をてげって言うんですよ。てげ、そうなんです。すごいっていうのてげって言います。初めて知った。てげ大変って言うんです。すごく大変っていう意味とかを。大変、はい、いや、この前ね、私、はいはい、とあるアプリの収録で、あの方言のキャラクターが一つ入っててね、はい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 、で多分九州の言葉だったと思うんだけど、いや、どうすんだろうこれみたいな。全然特に音声資料とかもないから、現場に行ってどうすんだろうと思ったら、普段はそのゲームのプログラマーさんなのかな、やってる九州の方がいらして、僕が教えますみたいな感じで、だから一緒にあのアフレコの空間にその方と二人で入って、すごい可愛い女の子のセリフを男の人がやってくれるの。隣でやるっていう、あ、すごいよね。すごいですね。っていうことをね、この前経験してきて、あ、ちょっとなんかそういう雰囲気。そうですね。なんかのぺーっと喋らなきゃいけない感じを今回まで感じた。あー、でもその経験がめちゃくちゃ生きてると思います、全然違和感なかったんで。嬉しい。いやー、なかなかチャーチューチョーとかも使ったりとかするんで、うちは。そうなんだ。どうしよっちゃろうかとか、そういう感じの言い方になっちゃうんで、もうお母さんと話すときはもう方言とか、弟と話すときは出ちゃったりしますね。うわー、ちょっとでも可愛いね。私方言ないからさ、すごいやっぱ憧れがね、はい、あるよね、うんうん、いや、ありがとう石谷くん、考えてくれて。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、次回はですね、 11.5 回、こちらはあさってアニメの第6話が放送される金曜日の配信となっています、うん、本当にあったお母さんの怖い話にお付き合いください。おー、みんなで寒くなろうね、うん、ひんやりしようね。そして第12回はですね、来週の8月21日水曜日の配信です。はい、石谷くん、また帰ってくるのよ。帰ってきます。あ、これ帰ってくるのよはなんていうの？帰ってこんねとか、そんな感じ。帰ってこんね、帰ってこんね、うん、あー、かわいい。いいな、いいな。じゃあ石谷くん、はい、また帰ってこんね。ちゃんと帰るとよ。それではまたお会いしましょう。うわー。 Ha 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 ha!